千葉県外房の海岸できのうに続いて7頭のイルカが打ち上げられこのうち4頭が死んでいるのが確認されました一宮町役場によりますときょう午前8時前外房の釣ヶ崎海岸などの砂浜でイルカ7頭が打ち上げられているのを町役場の職員が確認しました 職員はきのう打ち上げられたイルカの死骸の運搬作業に立ち会うために現場を訪れていたということです7頭のうち4頭は死んでいてきのう死んだ2頭とともにイルカ専用の輸送車で研究施設に運び今後、解剖されるということです残りのイルカはサーファーらが海に戻す作業を行っています同じ場所ではきのうもおよそ30頭のイルカが打ち上げられ 生きている個体は海に戻されていました。